若い者が集まりまして、今しがた旅から帰った仲間の家で、土産話で盛り上がっております。おお、俺は旅先でえらい恥をかいたんや。空屋敷を知らんとは、姫路でもだいぶ田舎の方の方ですな。てなことを言われたんや。空屋敷の、わしらも知らんな。ほな、俺もおやさんとこへ。これからみんなで聞きに行こうか。こんばんは、おやさん。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。おお、若いもんが大勢で、何の用じゃい。何？空屋敷。お、それは恥をかいたな。地元のもんはあれを車屋敷と呼ぶでな。空屋敷って言ったら、あの車屋敷のことですかいな。それやったらあしらも子供の頃から知ってまんのに。そうじゃ、昔あそこには青山鉄さんというお武家が住んどってな、こっち元にお菊という絶世の美女がおったんや。これに化粧したのが殿様の鉄さんや。なんぼくどいても言い名付けのいるお菊はきっぱりと断る。腹を立てた鉄さんは家宝の皿10枚を預けて、留守の間にそっと1枚隠すのやな。さあ、皿はどこへやった。お菊が1枚2枚と何度数を数えても、どうしても1枚から、泣き崩れているお菊を己不届きな女め白状させてみせると、髪の毛をつかんで井戸端へ連れてくるなり、荒縄で縛り上げ、井戸に吊るして頭から水をザブザブ、青だけでピシーピシーと攻めせる。たとえこの身は攻め殺されても、さらさら命は惜しみなせぬが、盗みのおめいが悲しゅうございます。どうかどうか今一度皿の数を改めさせてくださりませ、と頼んだも耳にもかけず、ざっくりと片口から切り下げて返す刀で縄の結び目をプツッ。井戸の中へ放り込んでしもうたんやの。なんともごいい話ですな。それからというものは、毎日牛蜜時になると井戸の中からお菊の幽霊が出て、1枚2枚と皿を数える。鉄さんは古い字にして家は断絶、今は空き家や。怖い話ですな、大家さん。それでそのお菊の幽霊ってのは今でも出るんでしょうか。出るで。昔はな、肝っ玉自慢のやつがちょいちょい見に来よったが、どんな頑丈な人間でも最後の熊井の声を聞いたら、古いがつって死んでしまうのや。ほんだらおじさんなんでか、その熊井っていう声を聞かなんだらよろしいの。ああ、そうじゃな。まあ、7枚ぐらいで逃げて帰ってきたら、命に別状はないな。せやか、おい、おい、これからみんなで今晩車屋敷行こうか。ワイワイやめとく。なんでやねん、今のおやさんの話聞いてへんかったんか。七枚で逃げて帰ってきたらええねんかな。せやけどな、ひょっとして根性の悪い幽霊やったら。なんや。5枚、6枚、1枚、8枚、5枚。そんなことあるか。ワイワイやめとく。やめとけ、ボケ出すよとこ。俺は行くぞ。お前らどうする。ワイワイ行く。
かれますか。で、行くと決めたもんだけ、今晩うち集まれや。怖いもの見たさというのはどこにでもありますな。ぞろぞろと集まりまして、真っ黒の空にの中天に釜を研いだようです。竹やぶ、松林、田んぼの間を細い道が一本続いております。真っ暗な中腰抜け、メーカンで死ね、アホ。メーカン出て、どないしてメーカンの、つないにな、ブロクソ言わんで、と思うわ。ちょっとまあ、命には帰られへん。わいわいけど、ここで帰らしてもらうわ。皆さんすまへんな、お先に失礼いたします。ちょっと待ち。犬ねやったら、気ぃつけて、いいよ。え？何に、汚い言い方しないな、何に気ぃつけるの？幽霊何もな、井戸の中から出ると決まったもんや、あらへんで。大勢でいてるとこより、少ないとこの方が出やすいもんや。まあ、あの竹やぶのとこはなるべくなら通らんようにして帰った方がええで。お地蔵さんのあるとこ、あそこ通らな帰られへんやな。お前の声の方が怖いわ。わわわわ言いながら車屋敷へやってまいります。今か今かと井戸の前で待っておりますと、宵のうちはざわざわとしておりますが、午前2時牛三つ時になりますと、あたりはシーンと静まります。井戸の中からインビがボーッ、ザンバラ髪のお客さんがそれさして、お茶出た、ほんまや、嘘やなかった、うらめしよてっさんとのピチリパイン2枚、3枚、とすたらを数えます。7枚ぐらいになりました。さらにうわーとかみんなで駆け出します。怖かった、怖かったな。しかし便利さんでしたな。あんなもやって見たことない。ああ怖、こんな怖い思いしたんも生まれて初めて。怖っ。明日の晩は行こう。行こう行こうと毎晩毎晩見物人が増える一方でございます。噂はどんどん広まりまして、近郷近在地方から団体でバスツアー、こっちですよ、こっちこっち、肌に間違えないようにね、こっちこっち。
ご神官の井戸端ないとこ2枚ありますで、とダフ屋が出たりいたします。宵のうちわざわざとしても、あ、その宵のうちわざわざとしてもいいさ、時間が来ましてそこにそれさして、お菊の幽霊がスーッ出ました出ました、待ってました、お菊さん日本一、今日もエコで頼ませ。こんばんは、よろしおます、恨めしよてさんとの一皆さん方のお腹立ちは分かります、当たり前だしじゃないか、人を舐めてますじゃないか、え、クマギのとこが18枚、私が言います、私が代表して言わせてもらいますが、天然言うたら分かれへんだな、こら大きくボケかす男、お前は何を考えてんねん、お前はな10枚の皿が1枚からの恨んで出てるんやろ、せやさかいそのクマギの声を聞かんのこれをやるためにこうやってみんな毎晩毎晩来てんねんで、それを今何や、9枚を通り越して10枚、11枚、12枚、18枚まで言うだぞ、はっきり聞いたぞ、こら大きく、お前も皿屋敷が大きくなら真面目にやれ、アホてますわ、憎たらしいわさな、自分が悪いということを重々承知の上で自分の非を認めないという女の一番悪いとこ出ましたな、こら大きく、知っててなんでそんな業者の皿の数を数えやがったんや、最前も言いましたように風邪ひいてます、今日2日分数えて